カラースプレーで落書きされた屋外展示ケース、ドイツミュンスターの鉄道展示館にて破損したオランダ・ロッテルダムのバス停、バンダリズムとは故意に他人の所有物を破壊や損傷、または落書きする行為のこと。日本では器物損壊罪として処罰の対象となる西ローマ帝国を侵略し、ローマ史を略奪したゲルマン系のバンダル族にちなんで名付けられた。 北アフリカに侵入してバンダル王国を築いたバンダル族は455年にガイセリック王に引き入られてイタリアに上陸ローマを破壊したルネサンスから啓蒙主義の時代にかけてローマは理想化されたがそのローマを破壊したバンダル族やゴート族は文明に対する破壊者として負のイメージを持たされるようになった英国の詩人ジョン・ドライデンは1694年に バンダルやコートによる破壊を描いた、ティル・ゴス、アンド・バンドルズ、エールード・ノーザン・レース、ディド・オール・ザ・マッチラス・モニュメンツ・ディ・フィスを描いている。バンダリズムという語は、1794年に、ブロワの失祭・アンディ・グレゴワールが、初めて使用した。フランス革命に続く、恐怖政治の時代に、多数の宗教芸術や建築物が破壊されたが、これを、グレゴワールは、 バンダル族の野蛮な破壊になぞらえて、バンダリズムと呼び、芸術や建築の保護を訴えた。この用語は、ヨーロッパに広がった一方で、バンダル族が破壊を好む野蛮な集団であるという、偏見を助長することになった。弱い立場の人々による政治的な抗議や意義申し立て、社会風刺の手段としても用いられ、英国の芸術家バンクシーのように、 バンダリズムが芸術として行われる事例もある。廃物希釈によって破壊された石仏歴史上のバンダリズムで代表的な例が城郭や神殿などの歴史遺産を破壊する運動である。この種のバンダリズムとしては明治政府による神仏分離令を発端とした廃物希釈、公営兵の文化大革命による宗教施設の破壊運動、ターリバーンによるバーミヤン石仏の爆破、 アイスセルによるパルミラの破壊が代表的である。イスラエルではユダヤ教徒またはナショナリストユダヤ人過激派による教会やモスクに対するバンダリズムが近年増加している。文化浄化及びジェノサイド文化的なジェノサイドも参照派でに落書きされたドイツ・ベルリンの電車最も頻繁に発生する。バンダリズムは記念碑や建築物の壁。 鉄道車両などにペンキをかけたり落書きを行う行為である。公園の施設を破壊する行為も少なくない。バンダリズムは深刻な社会問題となっている。落書きや破壊行為の標的となるのは公共物、空き家、廃店舗、廃施設の壁やシャッターなどで、こういった落書きの蔓延は自治体、地域の風紀、治安の乱れを象徴するものとみなされることが多く、理科のために 落書きの賞馬に税金を投入することもある。2008年6月、大阪南のアメリカ村などで落書きをして回っていた男性に有罪判決が下った。また、同じ月にオーストラリアのマスター・オブ・クライムという集団がバンダリズムを目的として日本入国を図ったところを東京入国管理局が阻止する事態があった。2008年9月から10月に 日本全国で電車に落書きをして回っていたスロバキアの美術家とハンガリーの大学生は器物破損容疑で送検された。被害に遭った東急電鉄は損害賠償請求の検討を始めている。1956年に完成し、旧東京都庁舎に壁画として設置され、国際建築会が大賞を受賞した岡本太郎作の東半レリーフが、 新都庁舎移転に伴い都側の管理からの状態が悪かったことを理由に取り壊すことになり、保存を申し出た美術評論家がいたにもかかわらず取り外し取移転のための期間が建築スケジュールや費用と合わないことを理由にレプリカの作成を依頼した上で1991年に廃棄された。2018年東京大学本郷キャンパス中央食堂に設置されていた 宇佐美刑事の壁画が、新中央食堂新設にあたって、東京大学消費生活共同組合によって、廃棄処分されていたことが、明らかになっている。2017年の第41回世界遺産委員会において、こと京都の文化財で発生している自社、連続有被害事件をバンダリズムであるとして批判し、監視体制強化を求めた。ありがとうございます。